アジアにおける風人像の変遷左、ヘレニズムの風人、2世紀の発端にて、ガンダーラ美術の下で作られた像。風を蓄えた袋を背負っている。中、キジル石窟の風人、7世紀のタリウム盆地で造営された仏教石窟寺院の壁画に見られる風人の図。風体を背負ってはいるが、ここではよりアジア的なインド文化の影響の色濃い精霊の姿に変わっている。 右、日本の風神、17世紀日本の絵師、田原屋宗達が描いた、風神図。風体を背負う様式を踏襲しながらも、姿は大きく変容し、青い鬼神に,になっている。鬼神としての風神、田原屋宗達風神雷神図屏風の右脊より、風神図鬼神としての風神、日光やマリン王自体有因霊病の風神像、黄色い息を吐いて、薬害をもたらす、邪神。 薬病神としての風神、祈願集、絵本百物語巻、第五第三十九、風の神。天保十二年間。絵は、竹原春泉による。風の神、風神とは、第一義には、風を司る神であり、その日本語名称、さらに言えば、山和言葉に基づく名称である。同様の存在を漢語では中国語でも日本語でも、風神、風伯。 風師と言い,い、日本では、品津彦や風三郎、風の三郎及び風の又三郎などが、中国では、ヒレミやミハクがこれに該当する神の一種と言える。第二義には、風を流行らせる、日本の薬病神を指す。さらに、第三義には、江戸時代の日本にいた古事記の一種で、風が流行った時に、風の薬病神を追い払うと称して、が独自に立ち。 面をかぶり金や太鼓を打ち鳴らして、金品をねだるもの、すなわち、風神払い、風の神払いを指す。なお、風を司るか関わるかする精霊や妖怪をも、その名で呼ぶが、そもそも霊的存在である神や精霊、妖怪に定義し得るような明確な境目などはなく、自然の色と同じように捉える、側の感覚と価値観が名称と扱いを決めているに、過ぎない。 また、日本でいうところの風の神に相当する、霊的存在は世界に偏在する。文化的背景からして大いに異なるがゆえ、それらは様々に個性ある存在であり、春の風を運ぶ神もいれば、暴風雨で破壊して回る神もいる。その一方で、文化の伝播による関連性が見出される例も少なくはない。古事記や、日本書紀に記された神話の中では、品津彦が、 風人とされている。古事記では、神海においてイザナギとイザナミの間に生まれた神であり、風の神であるとしている。日本書紀では神海の第六の一書で、イザナミが朝霧りを吹き払った息から、九朝古変命またの名を、九朝月子命という神が生まれ、これは風の神であると記述している。大平記の記述として、伊勢神宮の風宮に青い鬼神が現れ、 土のから大風を起こしたとあり、少なくとも室町時代には風神のビジュアルが確立していたことがわかる。このような鬼神型の風神は青鬼の姿で表現される一方で、遠くヘレニズム文化から伝播したと見られる風体を背負った様式で描かれる。俵や宗達の風神大神図屏風はその代表的なものである。また、このような風神は、 雨の神と密接に関係しており、雨を呼ぶ稲妻を司る雷神は、風神と体をなす存在となっている。平安時代の科学書、袋造史、鎌倉時代の説話集、実金書には、災害や病気をもたらす悪神としての風神を鎮めるための祭事があったことが述べられている。奈良県の立田大社では7月4日に、風神祭りが行われている。風の又三郎は、 東北地方各地で信仰されてきた半ば妖怪とも言える風の神であり、古来神社で祀られてきた。新潟県などで信仰されてきた風三郎、風の三郎も同梱である。このような形の風神は日本各地に似たようなものが見られる。宮沢賢治の短編小説、風の又三郎と、その先駆作、風の又三郎はこの風神に罪を取った作品である。 また、日本の楽曲、北風小僧のカンタ太郎にも少なくとも発想の上で影響が見られる。薬病神としての風の神は、空気の流動が農作物や漁業への害をもたらし、人の体内に入った時は病気を引き起こすという中世の信仰から生まれたものである。風を引くの、風を、風と書くのはこのことに由来すると考えられており、江戸時代には、 風の流行時に風の神をかたどったわら人形を、遅れ遅れと生やしながら、町送りにし、野外に捨てたり川へ流したりしたという。江戸時代の祈断集、絵本百物語では、風の神は邪気のことであり、風に乗って、あちこちを彷徨い、物の隙間、暖かさと寒さの隙間を狙って入り込み、人を見れば、口から黄色い息を吹きかけ、その息を浴びた者は、 病気になってしまうとされる。また、木なる木を吹くは、木は土にして出気なりと述べられており、これは中国王土地帯から飛来する黄砂のことで、雨天の前兆、風による薬病発生を暗示しているものと言われる。西日本各地では、屋外で急な病気や発熱に遭うことを、風雨に合う、と言い、風を自然現象ではなく霊的なものとする民間信仰が見られる。 日本の風神の関連作品、風天風天は、仏教における天部の一尊で、十二天の一。インド神話の風神である、バーユとバータを起源とし、バラモン教を通じて仏教に取り込まれた風の神である。バーユとバータ風神、バーユ風神、バーユは、日常の風を司る。その名はサンスクリットで、風を意味する。アーリア人最古層に属する神である。 ほとんど違いのない存在として、風神バータがあるが、バーユの方がやや人間的な特徴を帯びている。バラモン教の神として、バーユとバータは仏教にも取り入れられ、風天の起源となった。また、風は大気であり、大気は常に、人の周りにもありながらカメラ万象の根本に関わる、極めて重要なものであり、木でもある。この世界観は、バラモンも認めるところで、それゆえに、 バラモン教最古の聖典、リグベーダの時代から英雄神インドラと並び、称されるべき存在として語られた。とはいえ、世俗において圧倒的人気を誇るインドラとは、参加の数にかなりの開きがあり、さすがに後人を排してはいる。マルト人軍、マルト人軍防風雨を司るのは、マルト人軍で、彼らもアーリア人最古層に属する、極めて古い神々である。独立した。 神軍であるが、バラモン教の聖典、リグベーダにおいて最も多くの参加を捧げられている、英雄神インドラと共に歌われる際は、インドラ神に付き従う神々という位置づけになり、それゆえに、彼らにも多くの参加が捧げられている。ルドラ暴風神ルドラは、破壊的な暴風雨と、それが過ぎ去った後に訪れるすべてを、生まれ変わらせるような爽快感を司る。その名は、 高校者の意。サイクロンの深刻化とも言われ、パンジャーブへ侵入して、以降のアーリア人が侵攻するようになったと考えられる。最初のベーダであるリグベーダの段階では、まだ、ほとんど歌われることがない。創造につながる破壊と再生を司る大宮芝は、様々な神の性質を取り込みつつ、ウパニシャット哲学によって体系化されたヒンドゥー教の最高神であるが、 暴風神ルドラは、直接的原型として、極めて重要である。芝の名は、慈悲深い、吉祥なという意味で、元は、ルドラの神話的一面を称える慣用表現であった。エンリルエンリルエンリルと人リルシュメール神話に、登場する風と暴風雨の神エンリルは、都市ニップルの守護神にして、シュメールの最高神である。神々でさえ直接見ることの叶わないほど恐れ多い。 エンリルを祀ったことでニップルは一大聖地となり、諸勢力が争奪を繰り返すこととなった。シュメールの時代が終わってもニップルは、メソポタミアの宗教的中心地という地位を失うことなく、大国による激しい争奪戦の的となり続けた。丹漁で劇場家のエンリルは人間に対して情け容赦のない存在で、敵の侵略による都市の滅亡も大洪水をはじめとする。 天変地異も薬病も、すべてはわがままなこの神の破壊衝動のなせる技で、あるが、暴風雨がそうであるように最後には、恵みと、新たな秩序をもたらしてくれる。ただしそれらは人間を慈しんでのことではないという。その名は、シュメール語で、イーエンリルを意味する。また、エンリル神は、北風に例えられる。悪化どもでは、ベール、ベールの称号でも呼ばれ。 メソポタミアにおいて、後の世に、エンリルに代わって崇拝されることになる最高神は、いずれもこの称号を引き継いだ。口述するバールは、その代表格と言える。ニンリル・シュメール神話の最高神、エンリルの配偶者である女神ニンリルは、オカミがエレシュキガルの冥界の王国へ追放された時、その後を追って死んだ。ニンリルは、死後にエンリルと同じ封神となる。アダパの物語で触れられている。 ハエの女神はニンリル神と思われるが、これはオカミ・エンリルが冬の北風と結びつけられているのと同様である。ニンリルは風の女王としてアッカドの悪霊をリリートと関連付けられ、ヘブライのリリス伝説の原型になったと考えられている。パズズパズズアッカド神話に登場する風と熱風の悪霊であり、魔人であるパズズはメソポタミアの風の魔王とされている。 風と共に熱病をもたらすことから、悪化ド人は、パズズを恐れた。郊外を、愚進化した存在とも考えられている。アダド・アダドは、メソポタミア神話に登場する天候、嵐、雷の神。西、セム系民族の天候神、ハダドに起源があるとされるアダド神は、メソポタミアの広範な地域に伝えられて様々な土着神と集合した。 ウガリットの人々の間では、バール神と集合している。バールバールウガリット神話に登場するバールは、河南地域を中心に、メソポタミア各地で崇められた嵐の神で、自由をもたらす法上神でもある。その名は、ウガリット語を含む北西セム書語で、B、L。セム人にとって好意あるいは最高位の神であった、バールは、しかし、キリスト教の時代になると悪魔に貶められており、 例えば、バールゼブルの損傷と共に崇められていた、エクロンの都市神としてのバールは、旧約聖書には、ハエのバールを意味する、バールゼブブという別称と共に登場し、新約聖書には天下系、ベルゼブルの名で現れている。クリモワールの悪魔学における悪魔、バイルも、バール神と、同一視されることがある。修修が、天空のヌトと大地のゲブを分かち、太陽に道を開けている。 エジプト旧柱の神々の一柱に数えられる衆は、エジプト神話の天地創造に関わる大器の神であり、創造神アトゥムによって、湿気の女神テフネトと共に作り出された、性別を有する最初の神である。衆人の名はもともと、空虚もしくは、立ち上がるものを意する語、プレ・オールドエジプシャンランゲージ、W、プレ・オールドエジプシャンランゲージ、W であったが、 中央国時代以降、光、ミドルエジプシャンランゲージ、W を意味する日常語に変化を遂げ、衆自らも、光る大気、ミドルエジプシャンランゲージ、WT 零という神聖を帯びるようになった。光る大気としての衆神は、天と地の間にあって、四つの風と共に循環する存在と捉えられており、嵐神としての瀬戸とは、対照的な穏やかな性格で荒れ狂うことなく、 生命を育むものである。そしてまた、天空における太陽の通り道を作るため、己の娘である天空の女神ヌトを彼女と抱き合っていた夫の大地人ゲブから無理やり引き離して、高く押し上げる役割を果たすようになり、これによってシュウは太陽の船の守護者となった。横たわったゲブの上に、シュウが立ち、天の川の星々を身にまとうヌトを支える図は広く知られている。 セトセトエジプト旧柱の神々の一柱に数えられるセトはエジプト神話に登場する保護と恵みと破壊と混沌の神である。多岐にわたる悪神としての性格を帯びているが、粗暴さが外敵に向けられる際は戦神、英雄神として崇め立て祀られ、軍と兵の守護神となる。過神、砂漠の神、変装の神、戦亡の神でもあるが、 砂漠を生く対象にとっては守護神であると同時に砂嵐を起こす恐ろしい神でもあり、すなわち、この点においてセトは風神の性格を帯びている。違法の神とも呼ばれ、古代エジプトがヒクソスの支配を受けた第15.16、王朝時代にはメソポタミアの嵐神バールと同一視された。また、ギリシア神話では、テューーンとキリスト教では、 レビアタンと同一視された。アメンアメンエジプト神話に登場する太陽神アメンがその地位を得たのは、中央国時代第11王朝のメンチュヘテプニセイがテーベを首都と定めてエジプトを再統一した際にラーガミと一体化してアメンラーとなったことに始まり、以来長きにわたってエジプト文明史の中心に位置するエジプトの神々の主とされ、 歴代ファラオの権威の象徴とされ続けたわけであるが、アメンラーとなる以前には、テーベ地方の大器の守護神にして北条神であった。トゥーポン・トゥーポーンギリシア神話に登場する太古の巨人神トゥーポーンは、この神話体系における、最大最強の怪物である。直接の語源は、旋風を意味するタウ・ファイ・オメガニューであるが、語源学的、比較言語学的に遡れば、 逆性のインドヨーロッパ祖語で、ほこり、藻や、煙、などを意する、窃盗時 D はに行き着く。間接的ではあっても、英語台風雲の語源の一つとされてもいる。不死の海女、エキドナお妻とし、ケルベロスをはじめとする数多くの怪物の父親になったが、荒々しい風の数々も生み出したという。天の星々に、頭が擦れるほど巨大で、肩から百の蛇の頭が生えており、 目は火のように輝き、天も海も煮えたぎるほどの火炎を吐く怪物、テューポーンは、遊浴の姿で描かれることもある。このように形容される通り、テューポーンは、暴風ばかりでなく、不死なる蛇や火を吹く山を神格として取り込んでいる。オリュンポースの最高神ゼウスに対する地母神、ガヤの怒りから生まれた怪物、テューポーンは、オリュンポースの神々に戦いを挑み、 迎え撃つゼウスと一対一の死闘を繰り広げる。地下深くの冥府やタルタロスまで揺るがす、戦いの激しさに神々も恐れをの,のいたという。最終的にトゥーポーンは敗れたが、兵士オドスによれば、ゼウスの来帝の一撃で仕留められた。一方で、アポロドーロスは、一旦は、ゼウスの体を破壊して、完全な勝利を収めながら女神たちのクワ立てにはまって、 無力化されたところを神々に救出されて回復した、ゼウスに打たれたといい、最後の地となったエトナ火山が頻繁に噴火を繰り返すのはここから逃れようとして、テューポーンが今ももがいているからであるとする。アネモイアネモイ,イギリシア神話における風の神たちをアネモイといい、上位にヨハシラ、下位にヨハシラがある。上位のアネモイは、ボレアースが北風を、ゼピロスが西風を、ノトスがハエを、 エウロスが東風を司り、それぞれが季節や天候に関連している。海のアネモイはもともとは、怪物、トゥーボーンによって生み出された邪悪で素棒な嵐の、精霊アネモイと偉いであったが、時代を経るにつれて、上位のアネモイと混同されていき、集合していった。ウェンティローマ神話における風の神たちを、ウェンティといいギリシア神話のアネモイと、同一視された。こちらも、 上位にお柱、下位にシ柱がある。上位のウェンティは、アクイローが北風を、アウステルがハエを、ファオーニウスが西風を、ウルトルノスが東風を司る。下位のウェンティも、下位のアネモイと同様、元は邪悪で粗暴な嵐の精霊であったのが、同一視されたことで、同じ運命をたどった。ストリボーグ礼拝されるストリボーグストリボーグは、スラブ神話の風神。現代の研究者は風。 大気、天候を司る神格と解釈しているが、つまびらかにするように資料は残っていない。インドヨーロッパ語族の古い神に起源があると考えられており、一説に、その名の由来は、逆性のインドヨーロッパ祖語で、父なる神を意味するという。ただし一説も複数ある。スラブ神話の主神にして、東スラブの最高神と考えられているペルーンも、また、風神の性格を帯びてはいる。 しかし本質的に雷神であり、風は雷帝に伴う特徴の一つである。ククルカンククルカンは野神話の最高神である。ククルカンは、創造神にして、文化へ雄神でもある。その名は、ユカテコ語で、羽毛のある蛇あるいは、羽の生えた蛇の胃、ユア、クーケルコン。イシュムカネートイシュピアコク、および、フラカンとともに三度にわたって、世界と人類を創造してきた。 人類に文明を授けたと伝えられ、アステカ神話のケツアルコアトルと同一神とされる。四元素を司る。フラカン風、嵐、火などを司る。フラカンは、ククルカンらと共に世界を三度にわたって創造した、マヤ神話の神の一柱である。世界を作った際、人類に知恵がなく神をないがしろにしたため、起こった、フルカンが暴風雨を巻き起こし、大洪水によって、 人類を滅ぼしてしまったことがある。その後、改めてトウモロコシから人類を創造し直したが、今度は神にも等しい能力を持っていたため、フラカンはこれを好まず、人間の目に息を吹きかけた。すると、人間の目は曇り、地上の一部しか見えなくなってしまった。テスカトリポカテスカトリポカアステカ神話の主要な神の一柱で、神々の中で最も大きな力を持つとされる。 テスカトリポカは数多くの異なる神聖を有しており、夜の風の神としての名は、ヨハリーやヘイコットヨワリエカトル、ムシー、ヨハリーやヘイコットという、人神獄を好むなど神聖は凶悪なものが多く、それゆえにカトリック教会の宣教師たちの目には悪魔と映った。口実するケツアルコアトルとは創世神話において共同で世界を創造した中ではあるが、 それ以降の神話ではことごとクライバル関係あるいは対立関係にあり、2番目の太陽の時代の終わりには、太陽の座にあったケツァルコアトルを打ち倒したテスカトリポカが世界を強風で荒廃させた挙句、生き残った人間を猿に変えてしまった。また、ケツァルコアトルが人心悟空を嫌って、人々にこの習わしをやめさせたとき、それを何より好むテスカトリポカがしたことは、 恨みからケツァルコアトルに呪いの酒を持って失脚させることであった。ケツァルコアトルケツァルコアトルはステカ神話の主要な神の一柱で、創造神、文化英雄神であるケツァルコアトルは、古くからは水や濃厚に関わる蛇神であり、風の神でもあった。それが次第に、文明一般を人類に授けた文化英雄神と考えられるようになり、ギリシア神話におけるプロメテウスのように、 人類に火をもたらした神ともされるようになった。トルテ家族の祖神から、アステ家族の神話に取り入れられてからは、創造神の地位にまで高められた。マヤ神話のククルカンと同じ神ともされる。スペイン人によって、旧来の文化を否定されて、以降の改変と考えられるが、ケツアルコアトルは、平和を愛する神ということになっており、人神獄を嫌って、人々に、これを廃止させたという。 しかし結局、テスカドリポカの関係で、ケツルコアトルは失脚させられ、習わしは急に服しており、これは10世紀のトルテカの王による政変の天末が、神話に取り込まれたものと推定されている。エーカトルエーカトルケツルコアトル先コロンブス期の風に、まつわるカミエーカトルは、コナワトル語でその名も、アヘイコット。風人としてのケツルコアトルの一面と解されており、そのため、 英語カトルイコールケツアルコアトルとしても知られる。さきコロンブス期の中央メキシコ文化を記した創世神話では、創造神、文化英雄神の一柱として存在感は大きい。レンガ、イ、ハ俳句において、風神や風の神は、季大、季語ではない。しかし、風神が読まれることは、珍しくない。ありがとうございます。